うもバイスです。来ましたね、フェイトレクイエムコラボレーションイベント開幕直前キャンペーン。開催期間は本日から6月1日まで開催されます。5月31日までは2000万ダウンロード突破キャンペーンと重ねて進められるコンテンツもマスターによってはあると思うので、一緒に進めちゃうのがいいかもですね。キャンペーンの内容はコラボイベント開幕直前ログインボーナス、7日間ログインで最大金リンゴ7個ゲットできるやつ、期間限定でマイルームが特別仕様に変更、なんかいろんな要素がごっちゃになった背景になってますね。高層ビルの後ろにコロシアムらしきものが、よしここはローマだな。開催期間が5月31日までなのがちょっと気になりますね。まだイベントの真っ最中だと思うんじゃが、期間限定で曜日クエスト種火集めの消費 AP が半減、2000万ダウンロード突破キャンペーンと重ならなかったのが残念ですね。期間限定で関連サーバントの強化大成功、極大成功率が2倍、関連サーバントはこの方たちみたいですね。オッキーのイベント露出率の高さよ。サーバント関連は他にも、期間限定で関連サーバントのフレンドポイント獲得量が2倍、期間限定で関連サーバントの強化クエストの消費 AP が半減、期間限定で関連サーバントの幕開の物語の消費 AP が半減などもあるようです。フェイトレクイエムコラボレーションイベントの内容に関してはまだわかる情報は少なく、参加条件がチュートリアル的な位置の得意点へ炎上を戦闘し不行きをクリアとなっているので、ほぼ全てのマスターが参加対象になっていることと、開催予定が2020年5月下旬となっていることだけですね。ただ開催日に関してはある程度予測を立てることができて、2020年5月22日金曜日13時よりゲームの機能改修のため約5時間のメンテナンスを予定しておりますとなってるので、早ければここら辺までには何かアクションが起こりそうな予感です。ただ公式生放送のフェイトグランドオーダーカルデア放送局ライト版フェイトレクイエムコラボレーションイベント開催記念放送が5月25日月曜日19時より放送されるようですので、本命はこっちかな。イベントが始まった後に生放送って何かおかしいですしね。放送終了後のこの後すぐに期待ですね。この後すぐが起こらなかったとしても、イベントの情報と開催日はここで公開されると思うので、できるだけこの公式生放送をチェックしておきたいですね。今回は現時点でニコ生とペリスコープの配信でしか放送場所の告知がないので、もしかしたら YouTube ライブでは放送しないかもしれません。いつも夜詰めライブで見てる人はニコ生かペリスコープで見れるかのチェックはしてみた方がいいかもしれませんね。ゲストは川澄綾子さんが単独出演されるみたいです。この生放送ではもしかしたら映画ヘブンズフィールの公開日程とリアルイベント系を今後どうするのかの情報も聞けるかもしれないので、そういう意味でもチェックしたいですね。そしてフェイトリクエムコラボレーションイベント開幕直前ピックアップ召喚日替わりも同時開催されています。対象の星5サーバントはお坂部姫と大いなる石像神ことジナコカリギリです。すぐコラボピックアップが始まるので、ジナコやオッキーが心のおしさばだぜってマスター以外は様子見した方がいいですね。もしくはコラボピックアップの発表後でも狙えるので、そちらを待った方が良さそうです。というわけで25日の公式生放送を楽しみにしつつ待ちたいと思います。もし放送場所が更新されたら、私のチャンネルのコミュニティタブにいつも見たいに貼り付けてると思うので、放送直前に気になった方がいらっしゃいましたらチェックしてみてください。では今回はこの辺で、次回の実況動画にもご期待いただけたら幸いです。この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。バイスチャンネルでした。またね。